はい、白です。今回ですねエネルギー転換戦略の経済効果というところで化石燃料の輸入額がやっぱりどん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 減るわけですねで2010年から2013年というところではあのやっぱり阪神あじゃないや、えー、と東日本大震災があった後に原発が止まってですね石油火力とか石炭火力にですねどん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 資金がいって でまあ、そちらの方の発電に頼ることによってどんどん増えてしまったという経緯がありますけれどももうここではねかなり減ってきているというところなんですよね2015年では2010年比よりもだいぶ減ってきているというところですよねこれは、まあ、あの単純にですね例えば FCVFCV はそうでもないですけどハイブリッドとかですねそういった車が出てきて燃費のいい車っていうのがどんどん出てきてですねあの 車ののの方での需要といいいいうのがだいぶ減ったんじゃないかなか思います。この間にですね、ガソリンスタンドなんかもだいぶ閉鎖された経緯もありますよね。あれはガソリンスタンドの,その保存のタンクのですね、期限が迫ったときにこれを取り替えなきゃいけないっていう、えーとですね、決まりができたんですよね。あれを交換するってなるとですね、ものすごいお金がかかるわけですよ。 で今後、それほどですね、ガソリンの需要というのがですね、出てくるわけがないので、し、まあ、仕方なく閉鎖しているというところの会社が多いのかなというところですね。まあ、そ,ういうのはそういうこともあると思います。でまあ、転換戦略をですね、やっぱり原発ゼロとかエネルギー転換という形、まあ、再生可能エネルギーにですね、変換していくと,いうとなると、もう30年ではここまで。 約2010年比で半分ぐらいまで減ってくると。2050年にはもうこんなに減っちゃうということですよね。まあほとんどその石油製品なんかを作る以外での化石燃料輸入額っていうのはあんまりいかないのかなっていう感じですよね。まあ解説としてはエネルギー転換戦略、上手対策シナリオによって日本の化石燃料輸入額年間約20兆円を2010 20年に比較して 2030年に約50%、2050年は約90%、とそれぞれ削減でき、多額の国費流出が回避できる。燃料輸入単価は IEA、世界エネルギー白書2018年推定を使用ということですね。で国内光熱費もあの省エネ対策をすることによって、15年比でかなり減ってくると。えー、30%ですね。 で、2050年には60%、それぞれ削減することが可能というなるということですね。家庭や企業や支払う光熱費は40兆円あるんですけども、というところですね。で、原発ゼロエネルギー転換戦略を入れることによって、光熱費削減額というのが、えー、対策設備投資までの累積額として、まあ、これだけになってくると。エネルギー転換戦略では、そのために必要となる累積での対策設備投資額。 超エネ機器追加投資額や再エネ機器投資額などは、えー、実現される光熱費削減額よりも大幅に小さい対策設備投資回収は回収可能で回収後は純利益になるまた、えー、対策設備投資の多くは国内企業へ向けられることで日本経済を活性化させる一方これまで光熱費の多くは輸入化石燃料の支払い 海外への航空の流出となっていると、これが大幅に削減されることも日本経済の活性化につながる。なお、高熱え削減額は対策なしとの差分であるということですね。はい、やっぱり光熱費、対策設備投資額というのがやっぱりどん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 累積されることによって光熱費の減額が増えることで、 まあそこで創生されるということですよね。はい。で、経済雇用効果。2050年までに実質設備投資額約2050兆円、年間約8兆円とで。雇用が約80万人、人件費1000万円での単純計算と。まあ、この中に含まれる投資額の中でしょうね。まあ、これだけの投資額をどうするのかっていうところは結構問題ではあるんですけどね。これとは別に光熱費削減で浮いた分を 各主体で投資または消費、貯蓄、内部留保以外に回すことを考慮すると、2050年には25から30兆円の投資効果、2050年までに徐々に増加、雇用増数、えー、雇用増数百万人ということで、ここはちょっとなかなか実現が難しいところかなという気はしますね。再生可能エネルギーなどへの投資による雇用者増、雇用者数の計算に関しては、 産業表表などをを用いいいた方法もあり、いくつかの研究機関が独自に数値をし発表している。例えば国際エネルギー再生可能機関、まあ、これもね海外のサイトだったりするんですけどねこれらそれらの数値はここで示したような簡易な方法で計算した場合と大きな相違はないまた米国では再生可能エネルギー投資による雇用者数に関して2016年までには までは、アメリカ政府のイニシアチブで2018年からは民間のイニシアチブで各種各発電エネルギー技術の詳細な雇用者数を調査して発表しており、非常に参考になるということですね。ですので、まあ、いろんな調査方法でこうやってきてるんだなっていうところは分かりますよね。うん。だけれども、まだまだあのその対策っていうのはですね、今後も必要になってくるのかなというところです。 まあ、ちょっとね、今日は短めに作ったんですけれども、雇用者も増えて、化石燃料への輸入額も減ってっていうところで、この原発でのエネルギー転換戦略っていうのは、どんどんね、えー、進んでいくことで、えー、経済効果もかなり出てくるよっていうところですよね。で、ここはあの輸入額としか書かれてませんけれども、当然ですね、輸入しなくてもいいっていうことは、原料がやっぱり、 太陽光であったり、風力であったりとかね、地熱であったりとか、原料自体が日本で作れるもの、取れるものっていう風になります。あと、潮流とかね、そこら辺の発電なんかも少しずつ進んでいくと結構面白いかなと思ったりもしますし、海上でですね、船とか大きな、うーん、そうですね、船なんか、これ私の妄想でもあるんですけども、よくこの動画のチャンネルの中でもね、ちょろっとお話ししたりするんですが、 船を改造してですね、あの一大水素製造装置を作っていくっていうのはすごくいいかなと思います。電源としてもそうなんですけども、まあ、水素製造が一番いいかなと思うんですよね。海を、海からですね、えー、水を取って、そこから電気分解した水素を作ってですね、圧縮したり、トルエンとして混ぜてですね、メチルシクロヘキサに変換したりですとか、そういった水素を作ることによって、 ガスを作るということと、さらに燃料電池の、えー、原料ですね、を作るということになりますので、燃料電池を使うもの、これはね、船なんかもですね、燃料電池を使っていく船っていうのが、今後は少しずつできてくると思います。で船の場合はですね、やっぱりエネルギーが相当要りますので、 圧縮として使うのか、それとも水溶液として使うのかっていうのはこういろいろあると思うんですけどそういう装置を、ね、積んでもまだまだいけると思うんですけども、まあ、燃料電池を積んで動かすことによって、まあ、危険性なんかも多少あると思うんですけどもねでもあの非常に、えー、長い航海をしやすくなりますしまた自分で,です、ね、燃料を作ることもできるようになりますよね水素を製造することができるようになると。 でその大きな浮遊体っていうのはもうずっと海の上に浮かべといて、まあ、あるいは時々港にね、えー、寄港して水素をどん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 作った分を入れるとかあるいは燃料を水素として使っている船に供給していくなんていうこともね可能じゃないかなと思ったりもしますねそういったいろんな効果が考えられるというふうに、えー、考えられますね、まあ、ちょっと妄想的な部分も結構あったりはするんですけども、まあ、経済効果もですねその転換 エネルギーの、えー、転換戦略エネルギーをねあの原発からとか石油とかね石炭から再生可能エネルギーに変換することによっていろんな部分でこう出てくるよっていうところですよねはい今回ちょっと短めにお話しましたけれどもまだまだですねいろんなこのエネルギー転換戦略の政策とかどん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 進んでいきますはい最後までね聞いていただいてどうもありがとうございます